三井田川炭鉱大煙突三菱、飯塚炭鉱巻上機台座地下砲炭田は、福岡県の北九州市、中間市、直方市、飯塚市、田川市、山田市と遠賀郡、鞍手郡、香保郡及び田川郡の6市4郡にまたがる、かつての日本の主要な石炭の産地である。殖産工業の推進、八幡製鉄所の設立などを背景に、財閥企業、大手資本が進出し、炭田の開発は急速に伸び、全国石炭の半分以上を掘り出したこともあるなど、戦前は国内最大の炭鉱地帯だった。炭田は、遠賀川、釜川、穂波川、彦山川及び犬鳴川の流域に広がっていた。東は福知山から河原岳に連なる山脈に、西は穴大路及び三軍山脈、南は熊ヶ畠山を構成する花崗岩に限られ、北は響灘に面し、面積は約787平方キロメートルを占めていた。筑豊という名称は、またがる地域の旧国名である筑前と豊前の頭文字を取ったもので、明治時代以降、炭鉱地域と石炭を背景に新しく生まれた概念である。筑豊地域の西側に隣接する粕屋郡にも炭田があるが、これは粕屋炭田と呼ばれ、筑豊炭田とは別の炭田である。室町時代の中期頃に地元住民が石炭を発見し、焚き木より効率の良い燃料として用いていたとされる。江戸時代中期頃から西園において燃料として石炭を用いるようになったため、当時の小倉藩と福岡藩は域内の石炭採掘、輸送、販売を藩の管理下に置き、炭鉱の開発を進めた。徳川幕府が倒され、明治政府による統治が始まると、産業革命期に入り、1872年に鉱山開放令が公布され、明治政府や民間人により炭鉱開発が急速に進められた。1901年に操業開始した八幡製鉄所の操業開始により、さらに需要が増加し、生産量が増大した。また、八幡製鉄所の建設開始とほぼ同じ頃から財閥が炭鉱開発に参入している。こうして戦前では日本最大規模の産炭地に成長した。1913年2月6日、香保郡穂波村の二瀬炭鉱中央岩港で炭塵爆発が発生し中にいた124名中、女性18名を含む103名が犠牲となる事故が起きた。第二次世界大戦後も長い間、炭田としては日本一の石炭産出量を誇っていた。だが1953年、西日本大水害の豪雨により、遠賀川が決壊するなどして多くの中小炭鉱が水没するなどの被害が発生したほか、1950年代後半からはエネルギー革命が進展。エネルギー源の主体が石炭から石油に移行し、効率の良い炭鉱を開発し、低効率の炭鉱を廃止する政策が進められたことで、1959年に産出量日本一の座を石狩炭田に明け渡して、急速に衰退が進んだ。筑豊の炭鉱は、第二次世界大戦中の乱屈や、設備酷使などにより、炭鉱の疲弊が進み、新興を開発できる余地が少なく、1976年の貝島炭鉱の閉山をもって、すべての炭鉱が閉山した。1960年代には、大手企業の炭鉱が閉山した後、地元で新たに採炭企業を設立し、従業員を再雇用して、採炭を続けた例もあったが、いずれも長続きせず、5から10年程度で、再び閉山となった。江戸時代から明治大正時代は、遠賀川水系を利用し、五平田船と呼ばれる川船で石炭を輸送していた。川平田は一艘で5トンから6トンの石炭を輸送でき、浅瀬の多い遠賀川でも使えるよう、底が浅くて幅が広かった。行きは流れに乗って川を下るが、帰りは船頭が浅瀬を歩き、流れに逆らって人力で船を上流まで引き上げる労働であった。遠賀川にその数八千艘とも言われ繁栄したが、明治末期からは大量高効率輸送のため鉄道の敷設が進められて、川平田も次第に廃れ、1939年を最後に廃絶した。現在、川平田は一層が折尾高校で保存されている。しかし鉄道も閉山によってその役割を失い、国鉄線の多くが廃線となった。飯田線、糸田線、田川線は平成筑豊鉄道に転換された。筑豊炭田により、筑豊地域や遠賀、北九州地域では人口が増大した。一方で、現在は筑豊炭田の衰退、または筑豊炭田を後廃地とした重工業の衰退により、いずれの地域も減少した。この他に、中小炭鉱業者も数多く存在した。炭鉱の閉山後は、自治体の財政基盤が失われるとともに、多数の失業者が発生し人口の流出が急激に進んだ。また生活保護受給者が急激に増え、福岡県は日本でも屈指の受給率である。北九州工業地帯に近い地の利を生かし、炭鉱跡地を造成して、工業団地として工場を誘致し産業の育成を図っているが、依然として失態事業などに頼る面もある。麻生セメントに見られるように炭鉱からセメント業に転身した企業もある。また、道炭田一帯は一帯の土壌が石炭採掘、加工などによって汚染され、農業にも適さなくなっていることが一層産業の転換を困難にさせている。歴史的資料の保存としては、直方市、田川市、宮若市では石炭を専門に扱った博物館、資料館を開設している。また、これ以外にも飯塚市の住友正熊炭鉱のボタ山、飯塚市幸袋の炭鉱王、伊藤伝右衛門の邸宅などがある。AB、筑豊炭田について、直方市石炭記念館、2018年6月4日閲覧。AB、筑豊炭と物語。飯塚観光協会。P さん、2018年6月4日閲覧。誰か、昭和を思わざる大正ラプソディ。中小工の被害多大。日本経済新聞昭和28年6月30日3面。小出博士、炭鉱元氏も、被害を受けた。日本の水害 P11 東洋経済新報社昭和29年9月10日。ありがとうございます。